8回目の授業の2本目の映像を始めたいと思います。今回は02のところ、学習内容として第2部の第2項をやっていきます。内容としては日常生活に潜むリスクの内容です。いよいよ皆さんの生活、あるいは皆さん自身の健康などがですね、その外的な要因等で何か不具合を生じてしまうことがあるという、まあ、いわば生活リスクの問題に入っていきます。前回やった内容を踏まえて、これをしっかりやると、いよいよ次回次次回で、じゃあ災害とか大事故とかが起こった時に社会と生活はどう変わるのかというレポートのテーマに入っていくことが可能ですので、とても重要な回です。頑張りましょう。まず復習です。前回お話しした内容ですけれども、生活に注目して考えるということをこの授業では皆さんにやってほしいと思います。生活というのは様々な要素ありますけれども、より良い生活ができるためには生存の条件が必要だったり、あるいは心身ともにしっかり働きが持てたりということ、様々な要素があります。これを中心に考えていきましょう。社会の仕組みはこれを良くしたり悪くしたりする要素があります。生活がうまくいっていれば、一般的にはこの皆さんが大事にするようなもの、持てるものとかできることとか増えていくはずです。しかし生活のバランスが崩れると、大事にしたことができなくなる、大事にしたものを手放さなきゃいけなくなるという残念なことになりますので、この全体の流れを考える上で生活の様態を見ていくことは非常に大事です。だから今回の内容は、まあ、いわばこれまでの授業の中でも一番大事な部分と言えます。はい、以上のことを少し確認しておくと、社会の仕組みというのは前回の範囲でしたね。その経済システムがどういったリスクにさらされているかなどをやりました。あれで経済システムが本当に良くない状況になったら、今度は生活にこれが影響してくる。今日見ていく中で言うと、日々の暮らしが厳しくなったりするといった影響があるということで、前回からつながっていることがわかるでしょう。なので今回はこの内容を特にやっていくという予定です。じゃあ次、今の生活の様態というふうに言ってきましたが、口頭でも言ったように、いくつかの部分によって成り立っていると考えられます。これは一般に使われる図というよりは、私が授業での説明用に持ってくる、パターンなんですけれども、まず生活について考えるときに、家計は大事ですよね。家計です。要するにお金のやりくりです。皆さんがもし一人暮らしであれば一人の家計があります。皆さんがもし家族と一緒に生計を立てていれば、皆さんの家族全体での一つ家計があるはずです。ただしかし、これだけで生活成り立っているわけでもないんですね。社会関係なんかがあります。だって皆さんと家族との関係とか、皆さんとお仕事先の人たちの関係とか、こういうのがしっかりできてないと、実は家計のやりくりもうまくいかなかったりする、といった形です。それから、家計がしっかり成り立ってても、もし健康をどっかで損ねたりしたら大変なことになります。健康には、体の健康、心の健康、いろんな部分がありますけれども、これらを総称して、ここでは健康と言っています。ということは、見てお分かりのように、これらはこう、ぐる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 と、回り合うと、健康関係にあるんですね。ですから、どの部分も大事なんですが、それらの関係もまた大事というですね、そういった関係にあります。生活というのはこのようにして成り立っているというところから始めましょう。すると、前回見たような社会の仕組みや、あるいはその他突発的な出来事の変化があると、こういったバランスが、生活のバランスが崩れるかもしれません。しかし、これがうまくいっていると、価値のあること、価値のあるものがうまく手に入れられるかもしれません。まあ、このような間をなすものとして、生活のこの今見てきた3つが大事だ、このようなことをしっかりと頭に置いてください。さて、これが家計とか社会関係とか健康とかに対して、やっぱり何らかの問題が発生すると影響が生じる、負の影響が生じる場合があります。
何らかのリスク要因によって何らかのリスクが発生する可能性があるということです。そのリスクの中身については今回は課題でいろいろと考えてもらうところですが、要因の種類だけは今ここで大別して見ておきましょう。まず外的要因と考えられるもの、これは生活の一つ一つの要素、家計がこうなったからこうなったとかいうことではなくって、家計はしっかりしてるのに、健康もしっかりしてるのに、でも外側からボーンと大変なことが生じてくるといった例です。社会システムの不全が一番分かりやすい例でしょう。経済システムがおかしくなる、例えば大恐慌、大不況が生じるとか、そんなんですね、外的な要因と言います。次に丸2番、総合的な要因も考えられます。先ほど見たような社会関係、生活、ごめんなさい、社会関係、家計、健康のトライアングルのバランスが崩れたらどうなるか。例えば収入がちょっと減ってしまう、これで健康を害してしまうなどといった負の連鎖が生じかねない。実はこれ、1回目2回目の授業でお話ししたリスク連鎖の典型例なんですね。ですのでこういった総合的な要因でこう生活の、バランスが崩れていくということを知っておかなきゃ、おかなければいけません。さらに丸3番目の阻害要因として、内的な要因、つまり家計の中のやりくりでとか、この健康の一部分がとかいったそれぞれの要素が生じる問題によって他の要素に影響をきたす。例えば精神不調が生じたときに、これが体力をも奪っていくという非常に辛い状況ってあるんです。このようなことは今回の説明の枠組みでは内的要因と言いますので、一応3つ3種類区別して捉えておいてほしいと思います。これらが整理されていると皆さんもこの今日の課題に答えるときやりやすいと思います。要するにどんなリスク要因がありますかという課題です。生活においては、その一つのリスク要因としてこういう外部要因がある、外的要因があるなどというふうに、ね、すらすらと書いていただけるはずですので、ぜひ使ってください。ただ無理して使う必要はないですから、使いにくかったら使わなくても大丈夫です。では具体的に参りましょう。まず今から3つスライド、3つ4つ見て終わりです。その後課題の説明をして終わりですので、課題に対して答えなきゃいけないということからしっかり聞いてもらえたらと思います。まず大事なエリアの1つ目、社会関係というのがありましたね。社会関係の維持をしていくことというのは非常に大事なことです。ここでこれは実は社会学で使われる理論の一つなんですが、生活構造論というやつをちょっと念頭に置きましょう。別に難しいものではありません。人間には生活構造というのがあると。これはどういうものか、さまざまな集団との関わりのことだというふうに言われます。集団といっても難しく考える必要はありません、典型的に出てくるのは家族との関わり、主語は全部個人です。個人と家族の関わり、個人と地域の関わり、個人と職域、職場とかだと思ったらいいですね、との関わり、そしてその他いろいろありますけれども、例えばこういう仲間、遊び仲間とかの関わり、こういった関わりから生活って成り立ってるんですよという考え方です。難しくはないですよね。さてこの考えた方に沿って、じゃあ社会関係っていうのはそれぞれの団体の中にいる全員との関わり、メンバーとの関わり、要するに人との関わりと考えられます。今の順にもう一度見てみますと、家族全員、つまり家族間の関係性、地域全員、つまり地域社会のメンバー、地域の他の人たちとの関係、職場全員間、同僚間の関係、そして友人間の関係などが考えられます。こういったことをこの授業では社会関係とごく簡単に考えましょう。ですかね。人との関わりです。生活構造は集団との関わりなので、人との関わりが大事だと考えておけばいいでしょう。ではこういった社会関係の維持がそれぞれの側面で大事だとなっているときに、ここにどんなリスク要因が考えられるのかということです。例えば皆さん
のように、またお若い、方々にとっては、まあ、友人とか地域とか職場の仲間とかも大事ですが、まずは生活のほとんどの場面では家族との関わりがあるんじゃないかと思います。そうするとその家族成員との関係ってやっぱり良好に保てるといいんですけれども、ご存知の通り、そういつも簡単に家族と仲良くできるわけではないですよね。場合によってはちょっとしたことでいさかいもあるでしょう。場合によってはお金のことで揉めることとか、場合によっては今後の進路とか進学先とか、住む先とかアルバイトするかどうかとかいろんなことをめぐって対立が生じることもあると思います。要はこの関係自体にいろんな要素ありますよ。もともと仲が悪かったとかですね、ちょっと生活の家計が苦しいんだとかですね、いろんな要素が、いろんな脆弱な要素があるはずです。それに対して何か生じてしまったときに一気に亀裂が広がるということが往々にしてあるわけなんです。こういった点について考えてみてほしいと思います。もちろん家族について絞ってやるべきというわけではありません。皆さんのアルバイト先なんかでも職場の関係ってあるでしょうから、何らかの脆弱なところに何らかの問題が生じたときにこの関係がうまくいかなくなるっていうことあると思うんですね。脆弱なポイントっていうのは本当に職場なんかの場合いろいろあると思います。いつでもどこでもね、誰とでも仲良くできるようなものではないですから、こういった脆弱点というのはたくさんあるはずですので、皆さんがそれぞれ、ここはちょっと大事じゃないかなと思うところを取り上げて、じゃあなんで脆弱なのか、どういったことが生じたときに、それがどういった場合に本当に重大になってくるのか、で結果としてどんな結果が待ち受けているのか、こういった、まあ、リスク予測のようなことをやっていただきたいというのが今回の課題の内容、まあ、前回も同じような課題でしたけどもね、今回もそういうことをやってほしいと思っています。まあ、社会関係の維持について選びたい方は今言ったようなことをやってください。でも、社会関係以外の2つの中からテーマを選んでもらっても OK です。次見てみましょう。家計の運営、まあ、家計というと要するにお金のやりくりですから、ごく、シンプルに説明しておきましょう。まず、家計を構成するものには資産と、資産と収入というものがあります。まあ、皆さんはまだお若いので個人の家計で個人の資産を持ってるってことはあんまりないかもしれません。どうでしょうかね。でも人によってあるかもしれませんね。私ちょっと山一つ持ってんねんとかですね、なんか例えば大学入った時に、進学祝いで家一軒もらってんとかであるかもしれませんね。あるいはまあ将来のためにということで、株券とかをですね、親から今のうちに管理する練習生とかで渡されてる人とかもいるかもしれません。まあ、こういったものはいわゆる資産でございます。ストックかフローかでいうとストックと呼ばれるものです。これは知っておきましょう。これに対して収入、収入は簡単です。簡単と言いながらいろいろあります。皆さんはまだ多分多くの人アルバイトの経験しかないと思いますので給与しかもらったことがないでしょう。しかし、少しこう商売とかあるいは、サービス業とかをやってみると売上というものが得られたりします。それから株券持ってたりすると年に1回配当金とかいうお金もらえたりします。こういうのって動いてくるものですね。持ってますとかじゃなくて入ってくるものです。こういうのをフローと言いますのでストックと区別して押さえておきましょう。ストックとフローの区別については、イメージで言うとこんな感じです。蛇口をひねるとブワーッと水が出てくる。それが溜まるとお水が溜まるというわけですね。フローがこの流れ、結果がストックです。溜まる一方やんかと思うかもしれませんが、実は溜まったものを今度はフローにするということも可能なんですね。こんな感じです。溜まったものを再び蛇口から流すことも可能です。ただ私なんかですね、大学生時代、おじいちゃんのなんていうか肩身みたいな感じで、いやおじいちゃんまだ生きとったなんて、おじいちゃんが生きてるけどもうちょっと資産を整理すんねんって言って、巡り巡って株券もらったことがあります。
でも髪の毛持ってても全然自分の生活に使えないですよね。どうしようこれって言った時に、もう売ってまおうかって言って、毎日毎日株のですね、なんだ、その銘柄の相場を見て、今日が一番高いっていうところで結構ええ値段で売り抜けたことがあります。大学院生の時でしたかね、23歳の時だったかと思いますけど、あれいくらぐらい入りましたかね、なんか何百万円か、ちょっとしたお小遣いになりました。まあ、なりましたと言っても、まあ、一応もともと親から、ね、おじいちゃんのもらったもんやということで、まあ、親にほぼ返しましたけどね、お小遣いで1万円ぐらいもらったかなという感じです。何の説明だったか分かりますか。ストックがフローになるという話です。株式持ってても株券ペラペラペラって持ってて紙です、ただのね。これをお金に変えたければ、それを売り払ってお金の現金に変えるということが可能です。これで収入が入ってくるのでフローになる。さて、なんでこの話できたか。家計の運営にとってとても大事なんです。特に、まあ、皆さんも今年、新型コロナウイルス感染症が世界的に発生して、大きな影響を受けていると思います。例えばね、まあまあ本当いろいろあるんで、あんまり軽率に取り上げられることではないですけれども、例えば事業をお父さんお母さんがやってらしたとかいう方で、例えば飲食業とかやられたら非常に苦しい影響を受けているんじゃないかと思います。それから皆さん個人でも例えば留学の予定をしていたとなったら、その留学先に預けたお金がどうなるかなど読めないような状況などが日本中で報告されてますね。こういったこともあるのかもしれません。そういった場合にどうするか。実は私も、かくいう私もですね、ちょっと副業でやってたことが行き詰まりまして、コロナで、月々換算で10万円ぐらい収入が減るという、むちゃくちゃ苦しい状況になったりするんですけども、まあちょっと私のことはいいでしょう。どうするか。まず、収入が減るってことが生じるわけですね。ここが実は、その今挙げたような業種の人たちや、まあ、業種の人たちですかね、業種の人たちにとっては弱い点なんです。これは業種ごとに脆弱性があるということですね。そういった脆弱性をですね、まあ、経済システムの変化などによってこう 襲ってくることってあるわけです、ね、でもこれだけで家計のバランスが完全に破綻するかは分かりません。皆さんのお父さんお母さんの中には非常に万が一の場合に備えて、例えば保険を購入しておいたとか、株券を購入しておいたとかいう方がいるかもしれません。むちゃくちゃ苦しい状況になったら、資産を切り崩して、先ほど私が言ったようにですね、株券を売ったりして、切り抜けるいうようなやりくりをできる方もいるかもしれません。ところがです、ものによっては、まあ、株券は今のところ悪くないですし、不動産も悪くないんですけれども、ものによっては、いやここの土地は価値がなくなってしまったとかですね、こう一定 その土地の特徴などが脆弱性をもともと持っていて、何かの時にその部分に負の影響が来るかもしれません。すると頼りにしていた土地の値段がほとんどなくなってた、もうじゃあ風呂を作れない、どうしようという家計のやりくりに行き詰まるなんてことが生じかねません。でしょうか。このようにまあ、お金のことなんでね、なかなか皆さんこうあまりリアルにイメージできない場合もあるかもしれませんけれども、皆さんがイメージできる限りで結構ですから、ストックの部分に例えば株券にはこんな脆弱性があるんじゃないかとか、土地にはこんな脆弱性があるんじゃないかとかいった形で脆弱性を一つ、考え出してもらって、でこれに対してどんなことが起こった場合にどういう条件下でこう被爆、暴露、エクスポージャーが生じるのか、それから一体具体的にどのような被害が生じるかもしれないのかということを考えてもらいたいと思います。家計の運営をこのテーマとして今日選ばれる方はこのような記述をお願いいたします。さて、このように社会関係に関するこう脆弱性の、まあ脆弱性を考えるテーマ、それから家計の運営に関して脆弱性を考えるテーマというのを見てきました。もう一つありましたね。三つ目見ていきましょう。これが最後です。健康の管理です。健康の管理。健康の管理も非常に大事なことですよね。しかし、これには結構いろんなことがあります。精神の健康、身体の健康、等々等。それから、健康と言ったからといって、その、怪我をしない、病気にならないということだけが大事ではありません。この点は、ぜひ知っておいてほしい点です。生活、あるいは人生そのものの充実、充足ということも大事なはずです。
順番にちょっと噛み砕いてみておきましょう。しばしば言われるのは、健康が害された状態っていうのはこんな状態です。まあ、骸骨を使ってるのでなんかちょっと変な感じかもしれませんが、まあ、人間の体を投影していると思ってください。ポキッとこけてしまったときに、手をついたときにポキッといってしまったって言ったら、やっぱ骨という身体の一部分に良くない症状が出るわけですね。負の身体症状、これは健康を害した状態の一つと言えるでしょう。それから、知能症状、これは、実は、まあ、それこそ先週私そうなんだったんですけれども、ちょっと本当に疲労が溜まってしまうと頭が動かなくなるんですね。これ本当に人によると思うんですけれども、私は本当にちょっともう朦朧とするような状態、熱なんかがなくっても何ていうんですかね、こう前後不覚っていう状態になったりして、結構、こういう状態になるときは車にひかれそうになるとかね、プップーと音が鳴るまで車が近づいてることは気づかないとか、そういう、知能作用が弱まるということが大いにあります。ちょっとまあこの部分が不安定な人間なんですね。知能症状に影響が出てきたら健康とは言えないだろう。それから精神症状ですね。私は実はあんまりない方なんですけれども、よく知られているのは、先天的なものじゃない、後天的なものでも仕事に打ち込みすぎて、あるいは学業に、頑張りすぎて、あるいはこう学業と、家計の、数のバランスにこう追われてという中で、ちょっと気持ちを病んでしまう場合があるということですね。こういうのが負の精神症状と言われるものです。ただ、こういう悪いものを、悪い症状ばっかり言ってきましたが、健康というもの自体は、これらをすべて良くしていくことで健康と言えるので、この精神、知能、身体、これらをすべて高めていくということもまた可能だということは、ぜひ、頭に置いておきましょう。そしてこれらが非常によくできた場合に、かつさらに自分なりに自分の生きがいとか、働きがい、学びがいを見つけられたときに、いわゆる充実感、充足感というのを得られるはずです。これも非常に高度な健康の症状だと考えてもらっていいでしょう。見てもらったら分かるように、最も有名な図式ですね。1960年代に言われたマズローの欲求、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、自己実現欲求。経済状況が良ければかなり、あるいは周囲の人間関係が良ければかなり良くなっていく部分と、それだけではない、自分で自分を認められるようなことが、あるいは他の人に自分を認めてもらえるみたいなことがあったときに満たされる欲求などもあるんだということですね。こういう欲求が、満たされていくと非常に充実した人生を歩めると考えられます。でも他方でそういった自己実現欲求自体がポキッとなってしまったりすると非常に辛い状態に置かれますね。これは病気とかなんとかではなくって、充実した人生を自分で考えられない、あるいは感じ取れないという辛い状態だと言えるでしょう。さて、このように健康についていろいろ考えてきたら、さまざまなところに脆弱性ってあるんじゃないでしょうか。ね、これはいろんなことがもう無数に考えられます。当たり前ですよね。健康というのは本当にいろんな要素によって成り立っています。何か問題が生じたときに、こう一気に負の影響が生じてしまう部分というのは様々あるわけです。こういったことについて、皆さんの、経験や勉強や想像の中からですね、何か生じたときに、この部分が暴露されると影響を受けるんじゃないか。この部分がそうじゃないか、この部分がそうじゃないかという形で、考えてみてほしいと思います。いいでしょうか。一つ取り上げて、深めていけばいいだけなので、本当に皆さんが興味あるところを取り上げられるといいかと思います。はい、以上、健康の管理に関してでした。1枚だけ参考の資料を紹介します。こういったことを考えていく上で、現在、世界的に重視されている一つの分類方法があります。生活機能分類というやつです。この授業では皆さんにこれ絶対使ってくださいということではないですけれども、ご存知の方いると思います。特に、この大学では保育の勉強されている方とかは、福祉の世界ではもう絶対皆さん勉強しましょう、身につけましょうと言われるやつなので、ご存知かと思います。どういうことかというと、これまで言われてきたような、その
身体の健康とか精神機能の健康というのは、あくまでもその充実した生活を送るための機能の一つだというような位置づけなんですね。他にもいろいろありますというわけです。さまざまな外的要因もあるんだけれども、特に重視されているのはこの3つ。これをしっかりできると非常にいい生活、これができないと、あるいはできないものがこの中に多いと非常に良くない生活というわけです。特にアクティビティ、パーティシペーション、とても重要です。さて、じゃあ日本語で言うと何なのかです。次の図で見てみましょう。この上に重ねます。はい。このように漢字とひらがなで見るとより分かりやすくなるかと思います。健康状態はもちろん大事なんですが、身体機能、身体構造が、いろいろと保てるといいんですが、活動、これアクティビティですね。そしてパーティシペーション、参加、こういうことがいろいろとできていると充実した生活を送れますよというわけです。何に大事かというとですね、次回以降もう少し掘り下げたいと思いますが、何らかのこうリスクが現実のものになってしまったときに、例えば足を怪我して松葉杖をつかないと歩けないという状態が生じたときに、私実は高校生時代の一時期足が悪くて松葉杖生活を送ったことあるんですけど、高校まで松葉杖っていうなかなか大変だったんですけれども、その後良くなってよかったんですが、当時なんかは本当にちょっと困りました。部活とかやってたんでね、全然できひんやん、なんかもう、非常に毎日が楽しくなかったんですけれども、そういった身体機能、身体構造が難しい状況であっても、でも例えば部活では受け入れてもらえたんで、野球部だったんですけども、マネージャーさんのお手伝いとかさせてもらえたりとかですね、あるいは、なんていうか試合には一緒に参加しに行ってですね、みんなをしっかり応援できたりなどなど、できることは やれるようにしてもらえてました。非常に恵まれた環境があったんじゃないかなと私自身は思ってます。などなどとですよ、何が言いたいかというと、この足が悪くなった、足治るまでもう全然不健康、そういうことではないということが重要というわけです。でしょうか。あるいは、次回に少し紹介できればなと思ってるんですが、例えば人は誰しも高齢化していきます。いわゆる認知障害、認知機能の、障害を持つことというのが非常に増えてきます。そうすると非常にやっぱりこの身の回りのことが分からなくなって辛かったりするんですね。昔であれば、じゃあもう社会生活難しいなんていうふうに見なされたりしたんですが、現在ではこの ICF の仕組みを使って少しでもできることはやっていこうというふうにみんなでサポートしていくということが、特に日本の場合国を挙げて行われています。認知症をサポートする仕組みがさまざま用意されています。こういうことが公共政策の課題として大事になってくるんですね。そういった意味で公共政策 その目標設定の上で ICF 重要なので、時々これを使ってお話をいたしますので、ぜひ知っておいてください。小テストでは、出しますので、しっかり復習しておいてもらえると助かります。では、今日の内容に関するスライドは以上です。以上紹介してきたような3つの要素、要素じゃないですね、3つのエリア、これですね、家計、社会関係、健康の管理、いずれか1つを選んで、で、脆弱な要素ってどんなものか、そこに対してどんなハザード、有害事象が生じたときにエクスポージャー、暴露があるのか、それによって生じる被害というのは何なのかということを考えてほしいと思います。では最後に課題の説明のスライドです。もう今まで説明してきましたが、具体的にはこんな感じです、はい、もうお読みになっていただいたら分かるかと思います。前回と違うのは、ここだけといえばここだけです。6月30日までということで、火曜日の8時59分まで、前回も8時59分、火曜日の8時59分までだったんですが、前回は延長しましたが、今回は、予定通りいけるはずです。文字数は100から200というふうにちょっとしておきたいと思います。これちょっとね、30字しかない人とかはちょっと読み取りづらかったんでね、100から200にしておきましょう。社会関係の維持、家計の運用、健康管理の中から1つ選んで、論述をお願いいたします。
はい、こういったことをやっててもらえると目どいようですが、期末リポートの時にしっかり、書けるかと思います。ぜひ皆さんとしては、まあ、今回できるだけご自身が興味のあるテーマを選んでいただいて、でこういうリスクがあるんちゃうかってことを深めてもらって、でじゃあそのリスクを例えば軽減するために、もしくは回避するために、政府がやらなきゃいけないこととか市町村のお役所がやらなきゃいけないことあるんちゃうかなと、ぜひ一度この段階で考えてみてほしいと思います。例えば先ほど私がちょっと触れた認知症なんかについては、もう皆さんその Google で調べてもらったらもうすぐ出てくると思います。例えば神戸市でもいいです。神戸市は認知症の、高齢者に対してものすごい手厚い政策を用意していることで全国的にも有名な自治体だったりします。じゃあどんなことが必要だろうか、皆さんが一度このような課題を通じて頭の中でこう揉んでみる、考えてみることで、じゃあこんな政策あるんちゃうって調べてみたら、おっしゃ見つかったというような感じになりますので、非常に期末リポートにつながっていく内容だと思います。まあ、そのつもりで課題設定してますので、ぜひ頑張ってください。では、今日の映像2本分、これで終了です。大変お疲れ様。